こんにちは、キダゴンチャンネルです。今日はいつもお世話になっているクーニーさんが、ちょっとクーニーズの試合があるということで、今日は応援と、あとね、春夏物の商品のベースボールでかっこいいウェアが出たんで、それをね、クーニーズ全員にちょっと手配しようかなと思って、今日はね、納品に来ています。なんで後でちょっと渡そうかなと思います。で、今日はもう一つこれです。2月に発売されたチェンジザカモンシリーズで、まあ、限定グラブですね。プロ野球選手もキャンプで使ってたグラブなんですけど、まあ、これもね、1個僕手配したんで、今日ちょうどクーニーズの試合なんで、ここで、まあ、MVP 取った選手にプレゼントしようかなみたいな感じで思います。で、もう1個、ね、3月から発売されたバッティングなんですけど、これね、カラーはね、ソフトバンクホークスの柳田悠岐選手と同じカラーのバッティングローブになってます。ちょっとこれからなんですけど、クーニーとちょっと話して視聴者プレゼントしようかなと思ってますんで、まあその内容は動画の最後の方で発表したいなと思います。なんでこれちょっと視聴者プレゼントにできたらなと思ってますんで、ちょっとクーニーとこれからちょっと話していきたいと思います。潜入してます。どうも、クニです。本日はですね、スペシャルゲストが来ております。どうぞ。おはようございます。おはようございます。キダさんです。どうもです。今日はですね、キダさんがなんとクーニーズにプレゼントを持ってきてくださいました。ゴミが、ああ、いいっすね。一番欲しいかもしれないです。いいですね。いいですね。アンダーマンのシューズ。合ってますね、ユニフォームに。合ってますよ。クーニーズカラーですか？いや、クーニーズカラーです。すごい。これね、新しい、この春夏の新しい商品なんですよ。これをですね、ちょっと今日は皆さんにちょっとプレゼントします。すごい、パーカーと、ハーフパンツと、さらにですね、Tシャツ。ロゴが入ってますよ。頑張ってる。入れました。大変でしたよ。入れてくれたんですか？いやいや、大変でしたよ。全部入ってる。入れましたよ。チームウェアを提供した方、チームウェアすべて、全員に、ね、選手に提供させていただきました。めっちゃ嬉しいです。なんでまた急に？これはですね、ちょっと、まあ今まで皆さんちょっとね、はい、いろいろアンダーマンとね、いろいろ協力していただいたし、あとはですね、ちょっと、これちょっと宣伝になっちゃうんですけど、4月1日。はい。新しくちょっとウェアが発売になったんです。あ、そうなんです、ね。まあ、そういうのでちょっと皆さんにプレゼントしようかなと思って今日は来ました。ありがとうございます。あれですね、じゃあたまたまこの色味がクーニーズカラーにも似てたのもありっていうことですね。そういうことですね。はい。皆さんの知らないところで、僕ね、アンダーマーさんのイベントにもね、出演させていただいたりしてるんですよ。そういった縁もあって今回木田さんがプレゼントしていただいたということですね。めっちゃかっこいいですね。かっこいいです。早速ですね、ちょっとメンバー全員着てみたいと思います。メンバーに入ってもらいました。いいね。いい。揃うとかっこいい。どう？いや、めちゃめちゃいいっすね。チームカラーでまず統一されてるのと、靴もなんかクッション性があって、柔らかくて、ね、なんか他の靴にはない履き心地です。今回はパーカーどう？パーカーっすか？そうっすね、軽くて半袖のパーカー初めてなんで。こういう靴ですね。ぴったりかな。色もかっこいいかな。ハンソルのパーカーって珍しいですよね。アンダーマーでこれ前まあ出したことあるんですけど、これをね、今後まあこういう、まあ、ベースボールスタイルというかメジャースタイルというかをちょっとどんどん広げていきたいなみたいなちょっと思いがあって、今回ちょっと作りました。なんかね、これをチームとして着ることでね、どんどん広がっていったらいいね。そうですね。いや、木田さん本当にありがとうございます。メンバーみんな喜んでます。ありがとうございます。ありがとうございます。でもね、まだあるんですよ、ちょっと。まだ一つあって、はい、今日はちょっとね、これなんですよ。グラブ!2月に同じデザインした。そうそう。プロ野球選手がキャンプで使ったキャンプ用グラブなんですけど、チェンジザカモン。え、そうなんですか？はい。の軟式用グラブなんですけど、今ね、ちょっと発売してるやつなんですけど、はい。これをちょっと1個持ってきたんで、今日は。はい。これはね、ちょっと検証試合、今日の試合は検証試合にして、おっほっほっほ。例えばさ、今、MVP にこのグラブが投入されるということですか？みたいなことしようかな、みたいな思っています。ありがとうございます。ありがとうござ
すごい。ちょっとタイヤしようしかないですけど、すいません。めっちゃかっこいいですね。T シャツと同じ感じの柄ですね。そうなんですよ。まあ、そういうのもイメージしてちょっとね、オタクだったんで。さらに統一感できますね。これは1個すいません、1個しか持ってきてない。視聴者プレゼント的なものは。それで、すいません、プラスもう1個なんですけど、これなんですよ。はい、お、はい。すごい。これもですね、春夏の商品で3月発売した、バッティングローブなんですけど、これはね、視聴者の方にプレゼントしたいんですけど、どうなんでしょう。そしたら、野球部の人が、はい、点数取った分の数量を。えマジで100点とか取ったら困っちゃうから。じゃあ分かる、10点取ったら10個視聴者プレゼント。10個じゃあ視聴者プレゼント。すごいプレッシャーがすごい。プレッシャーがすごい。負け取ったいゼロで。グーニーじゃあ、グーニーが取った点数分プレゼント。わかりました。10点ぐらい頑張りたいですね。ぜひ頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。よし、はい、よっしゃー。 MVP は誰の手に。フロントのこんな感じです。ヒット打ってるのが折笠さんと西下さんと小野寺さん。ほんとこう該当者なしっすね。該当者ないんだよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ナイスゲームです。ありがとうございます。皆さん、6点なんとか取れました。6点。僕のエンドラン決まっていれば、さらに1、2点入ってますけど、すいません。ドキドキした。ワンアウト満塁で、クーニーが来た時は、ちょっと、あら、もうちょっと点取られるなと思っちゃった。全球への、自分でこう、サインかける、こう、練習をしたんですけど、なるほどね。最初の2つでミスっちゃったんで、最後外されてました。いやー、でもいい試合です。はい、雨の中ね。視聴者の皆さんのために、6個、6点取りましたので、6個頑張りました。で、MVP の発表ですね、いつもメンバー内で決めるんですけども、今回は、木田さんが来ていただいてますので、木田さん、MVP、誰だったでしょうか。MVP はですね、はい、皆さん本当にいい動きされてたんですが、はい、その中で、小野寺選手、ちょっと。おー、小野寺くん。ありがとうございます。やっぱね、そこに粘って粘っての、まあヒットですけど、とあとはあの雨の土砂降りの中のあのスライディングホームへの、はい、あれがね決め手になりましたね。私、ありがとうございます。すいません、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。大切に使っていただきます。ちょっと食べてみるよ。はい、嬉しいですね。やっぱりいや育ててね、はい、試合で使っていただければと思います。じゃあ小野寺、はい、MVP でアンダーマンのこのグラブもらったし、はい、このかっこいいグラブでまたショートサードセカンドダイヤオールポジション、活躍お願いします。頑張りたいと思います。はい。はい、動画は以上です。じゃあ、改めて、バッティングローブを6名の方にプレゼントしたいなと思います。で、なんかバッティングローブ6個、なんかあんなましょぼいなと思われてもあれなんで、もう1個、スペシャルプレゼントを用意しました。というのはこれです。2月に発売したですね、プロ野球の、キャンプグラブ、限定グラブをですね、チェンジザカモシリーズ。けどこれの、グラブ1個ね、バッティングローブ6個じゃちょっと、木田郷ちょっとしょべえなって言われてもちょっとあれなんで、ちょっとグラブをね、1個追加して、バッティングローブ6個と、この限定グラブ1個をプレゼントしたいなというふうに思います。で、
これのですね、応募方法はですね、YouTube の詳細部分にリンク貼ってますんで、そちらクリックしていただくと応募フォームがありますんで、そちらに、詳細を皆さん書いていただくと、そこにちょっといろいろ公開していいニックネームとか、右投げ左打ちとか、まあいろいろ細かい情報を入れていただくんで、ぜひね皆さん入っていただければと思います。